入ってなかったんですけれども、あの大阪戦ではあの3打てるところで2打っちゃってたシーンがあったんですよね。あこれはバスケットカウントですね。ゴールの近くに攻めにくい状況にはなってますね。アタックできないですよね、はい、ですからブレックスは外を回して渡辺ここで切れ込んでテーブス、ただ岡田のハイチェックで3は打てない、ワンハンドになった、タフショットになりました。決めてきましたテーブス。テーブス中をえぐってギブス裏、ここは泣きどころですよね。このプレーが終わるとオフィシャルタイムアウトです。あこれ身長のミスマッチですね。ミスマッチますね。あファールか、バスケットカウントです。有効のファールです。北川は3は打ちません。ちょっと富山の今心理状態が乱れているところ、そしてロシターのフェーダーウェイが決まります。リズム崩してますね、情報が来た。これでまたリズムを戻してもらえます。ただ富山はまだ 2-3 のゾーンを続けるか。ピークがボールに手をかけた、前は誰もいない、ブレイクアウェイの状態です。富山はタイムアウトを取るしかありません。今もレフリーと話してますよね、はい、結局、まあ、笛もらえてないことへの、まあ、フラストレーションがもうかなり最大限に来てますね、そして怒りがからショットが中に入ってファウルもらってバスケットカウント。ピーク吉川と橋本康介です。ピークトップの位置から3が来た。3秒2秒橋本康介手をかけるシュートを無理やり打ってくる。あ入った、まあ、代表に入れる選手ってやっぱりそういうものを持ってないと。おーテーブス手をかけた。あただソロモンカバーその勢いでも空いていました。テーブス岡田を背負いながら決めていきました。力強さあります。今の前ですね、山口が今コントロールしている形になります。そしてミトアスコットブロックショットになりました。外空いたピークだ、自分の間合いでスリーを決めた。あとは橋本の得点が見たいというファンはたくさんいるはずですが、遠目から情報3本目、あ1本です。ただもう3秒です。竹内康介がボールを取って試合終了、100対63、ブレックス今シーズン初の100点ゲーム。